3泊4日沖縄旅行。前回は米軍基地のイベントキャンプフォスターフェスティバルに行ってきました。いろんなグルメを楽しめるのですが、ヨシーはいつもお気に入りのピザを購入しに行きます。米軍基地のピザって日本で食べるピザと違って、冷めても美味しくいただくことができるんです。もし機会があったら食べてみてください。それでは今回はいつものお気に入りのホテル、ダブルツリーバイヒルトン那覇首里城からスタートです。ご覧ください。焼きもちさん。あ、いつもいるね。ほんまやね。お曜日な。うん。いつも時間決まっとんかな。暑い雷やったな。雨が降ってきました。ゴロ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 。ガラガラゴトン。お、ヤマトやで。やってまいりました。水滴じゃない。本日2回目。水滴。あ、いっぱいだ。さてさて。開いてる。あ、開いてましたね。Thank you。Thank you。見てはるわ、プールに。それは避難しとかなね。今日はこちら側です。そうやねん。そうやねん。なんかちょっと違うな。なんか違う。面白い。すごい綺麗にしてはるんやわ。だから綺麗になってる。リニューアルして違う部屋。修練もがない。鏡も違うよ。あ、そう。ほら。いや、いいよ。え、広さは一緒っしょ。ここにミラーがない。ああ、だからグレードは多分下がるんやろね。それでもネスプレッソついてるね。そうやねん。すごい。ダブルツリーでこれ初めてやわ。面白い。すごい。綺麗ね。うん。めっちゃおしゃれ。これはいつもの通りやけど、これ昨日から、昨日じゃこの前からね、修理でいい感じ。いいやつやね。ほら、今度はちょっとタンク式。何は？うん。なんかもっとボロいやん。ああ。いや、もうちょっとワンサイズ大きいやつよ。新しいの。ベッドからトイレが見えると思って、なんだろうと思って。このガラス、窓ガラスなかったもんね。ねえ。すごい。こんな部屋があるんや。ね、ミラーがあったらよかったけどね。すごいね、スプレッソありがとうやわ。トイレから丸見えや。なんか歪んでるね。見えなくなりました。めっちゃいいね。なんかすごい綺麗だったね。あ、ここなんかついとったんやけど、なんかどれどれついてたんじゃないよ。ここにつけれるようになってる。なってるだけか。まだ完成してないじゃん。いやいや、つけないだけじゃん。首里城もついてない。首里城これからつけるんかな。ここでも女性には嬉しい拡大鏡があるはずやの。ないね。これからかな。
美味しいですよね。ねえ、何何ドヤ顔してやってんのよ。これ先生やろって。この前知ったのに。つい最近して。全然知らなかった。でこうやってさ、こうやった時にピカッて光るやんか。頭近づけてもらったら、はいはい、ピカッて光ると、おーおー言うて。つい最近気づいて。それはよろしゅうございます。綺麗になって気持ちいいね。くれてすごかったね、うん、一緒に来てくれはったやん。初めて、ね、素晴らしいね。ね、エレベーターが涼しいやん。どうやるの。すごい涼しいね。廊下めっちゃ暑いやつ、うん、ピザ痛まへんだな。ちょっと持ってくるわ、先お部屋へ。今日はまだ少ないね。今日は生ハムです。生ハムとだよ、いつもと一緒。撮りますか。はい、お写真は。あ、大丈夫ですよ。みんな5分にあえて出すんだね。なんでやろね。あれはいないわ。で、まあ、ほら、あの削してある。こっちに。うん。削してる。うん。家の方うるさいからかな。かもしれんね。ねえ、いろいろ。あそこまでいっぱいとこで多い。でも南そうでもなかったかな。何対3いっぱい。分からない。これなんかやっぱり良かったね、雰囲気が。うん、なかったね、違うくて面白い。どうだろうね、うん、壁ぶち抜くんやね。ぶち抜いてそう、うん、でも雰囲気がらっと変わるからね、いいよね、うん、ちょっとトイレ好きやけど。トイレ好き。
どうしようね。バスがようさん聞いた。平日やのに。うん。天気はまだ動いてた。いつも。また参りましょう。お世話になりました。空いてる？いつも最近空いてるやん。あ、そう。いつも渋滞するのにさ。いや、いつも渋滞する。最近空いてるよ。あ、そう。また来るね。またくちょっと8月しか出てないから、食べたことがあんまりなかったかもしれない。あ、そういうこと。いや、何枚じゃな。初めて食べたよ。いや、だから多分、そうそうそう。ただ、ジューシー&ジューシーさんで食べてたんやと思う。また雲行きの悪いところに行きよね、今から。もう天気が明けないから、うん、今日も空いてたな。車止まってるんや、なんか空いてるね。だからみんなゆっくり寝てはんねん。ゆっくり寝てはんの、うん、だいたい8時半とかが多いんじゃない。ゆっくり寝てご飯食べよう言うて、10時ぐらいから出ていくんじゃ、うん、およそ200メートル先、左方向。山越えしていくんやね。スバって書いてどこ行ってもドヒエモンがあるね。ドヒエモン、あ、冷凍の、うん、すごいね、いろんなとこに家があるね。うん、ドラゴン、まっすぐ、今突き当たり右って言ったよ。あ、そう、突き当たり。そこでどっち、右方向です。じゃあ右方向、この道は通ったことないですけど。ひょっとしてあそこの食堂に出るのか。もうすぐ出ます。左角であるんじゃない。世界。そういうことや。左角。そうやな。大世界。そういうことね。そういうこと。かかしかと思った人間やった。続いて目的地は左側です。左側です。到着。到着です。今日めっちゃ空いてる。空いてるけど。左側です。お疲れ様でした。金水マンゴーほぼ買ってる。すごいね。今だって2ヶ月ぐらいしかないし、こんな安いこんなね。めっちゃ。まだちっちゃいな。ちっちゃいんかな。いや、ちっちゃいでしょ。子供ちゃう。学校で飼ってるんか思った。いつもの滑り台。朝から滑る人はまあいない。平日だ。おりませんでした。滑っとったもんじゃない。でもおいちゃん登りよった。
たい。結構ね、有名なよね、うん、昔からあるみたいよ。夏休みだけ月曜日もオープンしてるみたい。あるよ、横にいっぱいに、うん、平地のところはちょっと坂道だ、ね、坂道やったね。これだね、うん、入り口どこだ、そっちか、これだ、そうな、プリンの日すごいね、木曜日にね、うん、プリンの日木曜日って書いてある。めっちゃ空いてた。な、今日閉まってるやん。あの女性もあれ違うの。閉まってるもんや思ってたんじゃん。そうなんかな。チクレザー入った。いい感じのいい香りや。ねえ、めっちゃいい香りする。食べるの。アップルパイってイメージ、なんか口パサパサのイメージあるやん。全然。うん、パサパサ感ゼロ。これいいわ、食べやすいや。うん、これ美味しいってみんな言うの分かるわ。ほら、トラック持ってまた来はったで。うわ、やっぱり。もうめっちゃあっさりしてる。うん、全然甘すぎない。これ食べてみる。これ食べて。うん、おいしい、うん、で、このパイのところ、そんなパイだけ食べへんわ。なんかいやらしい。いやらしいって、ちょっと待って、セットで。でもこんな一緒に食べて美味しいね。生地がちょっとな、なんていうの、柔らかい。うん、美味しいね。やっぱうまい、うまい。美味しいって言うだけあるわ、うん、うん、これは確かに美味しいわ。なんか沖縄でパイって結構パサパサ成分持っていかれるの多いけど、個人のがすごいね、美味しいね、うん、うまい。なんか初めから知ってる人からしたら値上げしてって思ったはるかもしれないけど、全然美味しいよね。え、空港でラウンジで普通のアップルパイとちょっと違うね。全然違うと思う。
箸で食べるとうん、あ、めっちゃうまいね。うん、これ美味しいね。これこう美味しいわ。うん、なかなか。もういい？お箸入れとく、入れとく。なんかめっちゃ甘いこともなく、うん、ちょうどいい感じで、うん、ちょうどいいわこれ。めっちゃ美味しい。人気だわ ね、美味しいわ。うん、焼きたてやな。熱々やったな、焼きたて。もう置いてあったからさ、焼きたてじゃないと思ってて。あ、そうな、ここの焼きたてアップルパイ、うん、すごいよ、1975年やで。もう四半世、あ、半世紀か。すごいね。いつもホールなんて買えへんわと思って、量多いから。これペロッといくで。だから滞在中に行かれへんわと思って。日曜日月曜日休みやから、うん、でも今日月曜日帰りしやし、持って帰れるわと思って、で、ホールじゃなくてちっちゃいのを買おうかなと思って、うん、カットのやつ行こうと思ったら、うん、ちょっと朝早すぎたね。早すぎた。コロネは11時ぐらいに言ったで。ね、うん、残念。また、また利用しましょう。はい、美味しかったです。ちょっと、いいですか。北手口の口か。すごいね。全然並んでなかった。なんかいつも行くとこ並んでないよね。なんかね、タイミングがいいね。うん、昇竜亭ウブート料理、アポパイ、アポパイ美味しかった。アポパイ美味しかったよ。熱々やったな。うん、でちょっとだけチェーンして食べたらいいんじゃん。レンチンソースとしたい。お、そっち行くか。焼いた方がいい。どうなのよね。およそ300メートル先。あ、教授持ったな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。